寄っていきましょう。中地のマイクラッピー in 沖縄、イエーイ。退出しちゃった、退出しちゃった。強制的にちょっと退出しちゃった。はい、あ、来ました、来ました、 OK ですね、はい、バッチリですね、はい。で、まあこれは前回の続きになりますが、はい、はい、前回はチラガを作ったという感じで、チラガ、チラガですね、チラ後ろに見えますからね、ジオさん、かわいいチラガ、あ、ちょっと邪魔してる、いや、全然全然、あれ、え、ジオさん、はい、ジオさんの顔チラガじゃないですか、どういうことだジオさんの顔チラガ、違う違う違う、その顔面何、いや、冗談冗談冗談、はい、よくわからないテンションになってるぞ、これはい、前回はですね、はい、このチラガを作ったという形で、はい、はい、なってますね、はい、そうですね、じゃあジモさん、今回、はい、はい、じゃあ前回続きなんですけど、はい、もう一回、あの、国際通りで、はい、はい、あの、買うお土産を、はい、はい、続けて作っていきたいなと思います、はい、じゃあ何作ります、食べ物がいい、アイス食べたい、お土産にできないけどアイス食べたい、アイス食べたい、いや、それ個人の関連要望じゃないですか、食べたいだけじゃないですか、あ、でも確かにアイスいいですね、アイス結構売ってるじゃないですか、売ってますね、沖縄、うん、売ってますね、かわいい、甘いですね、アイス食べたいよ、食べたいよってよだれ垂れちゃうよみたいな顔してますよ、はい、あ、じゃあちょっとスイーツ作っていきましょうか、はい、そうだね、うん、じゃあちょっと、じゃあ2人でですね、今回スイーツのお土産っていうか、もうお土産じゃない、アイスですね、もう自分へのその場のお土産みたいな、ご褒美自分たちのご褒美を、はい、せっかく沖縄来たんですからね、うん、あったかいところでね、アイスとかソフトクリームでいいですね、あ、いい、ソフトクリームいい、ソフトクリームいいですよね、食べたい食べたい食べたい、じゃあちょっとソフトクリーム作りましょうか、食べましょう、はい、食べましょう、いや、ないから今ここに作りましょう、はい、作りましょうか、はい、じゃあ早速作りたいと思います、よし、じゃあそうしたら、じゃあ、え、コーン派ですか、カップ派ですか、ソフトクリーム、これは迷う、迷う、半々、半々夏場のどうしても暑い時にはちょっとコーンはきついけれども、はい、今の季節だったらコーンで行きたいです、あ、確かにコーンいいですよ、うん、なんかお得感ありません、そうそう、ありますよね、コーンの隙間にアイス入ってくれるからそれ、それ本当にささやかじゃないですか、それあるある、あるあるかたまに入ってない時すごいショック受けるんで、確かあの隙間に入ってるとちょっとラッキーと思いますよね、あ、だからあっちの方に、あっちの方に、どっちの方に三振のあの引くやつと中地間違ってた違う、どう見たら間違いないですかあれあれと大丈夫ですか今日の中地真っ黒だったから、真っ黒だった今私は着てる服でしょ今日よくわかんないけど沖縄スタイルじゃないって言われましたよね全部真っ暗で、しかもニットもかぶってますからね寒くて面白い、まあ、確かにそうですね、じゃあ早速なんですけど、はい、じゃあコーンで、はい、はい、コーンを土台にして作ってみましょうかね、うん、じゃあどうしましょうね、じゃあ題材としては多くの木材、良くないですか、多くの木材いいですね、うん、これにしましょう、このよくわかんない木目な、うん、木目がいい感じになってますからね、ちょっと首ぐるぐるしてますよそしたらじゃあちょっとちゃちゃーっと、はいはい、これ立体にしたいんですよ、いいいいですよね、いやでも私これ作ったことないので、逆三角形はすっごいなんかでっかい、でっかいてか、はい、幅広なコーンになりそうだね確かに、あ、まあ、いいじゃないですか、贅沢に、うん、いっぱいソフトクリーム中に入れられるじゃないですか、そうだね、夢があるよ、夢がありますよ、ロマンもありますし、うん、ちなみに、はい、ソフトクリーム、ジモンさん何が好きですか、バニラ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 、え、違う、いやいやいや、いや、なんかすごいオーソドックスなことを、あー、普段はね、普段は、普段はバニラだけれども、はい、でも明日食べたいから、明日食べたいから明日は、明日食べたいからって日本語で、ちょっと違います、疲れてんじゃないですか、大丈夫ですか、でも沖縄でなんかちょっと沖縄にちなんだやつのソフトクリームがいいですよね、うんうん、そうしましょう、なんかね、すごく多かったのがマンゴー味のソフトクリームがあって、マンゴー食べたかったんだけれども時間がなかったからスルーしてきちゃったんでちょっと
マンゴーがいいです、中地。マンゴーで、あ、じゃあマンゴー味のソフトクリーム作りましょうか。やった。本当に食べたい、どうしよう。食べましょうよ、明日。明日、本当、2つぐらい食べようかな。なんでその欲張りさんなんですか。どんくらいまで大きくしましょうか、コーンを。コーンを、じゃあ、白川さんあたりまで、ちょっと大きくしてみます。白川さんあたりまで、コーン大きく、はい、白川さんの耳あたりまで大きくしましょう。あ、じゃあ、わかりました。はい。じゃあ、私がこれ、ちょっとコーンは全部やるので、はい、あの、面白い話しててください。いいの、面白い話しちゃって。あ、いいです。あ、それハードル上がりましたよ。いや、もうこれはね、中地の話なんだけれども。え、なんですか、やめてくださいよ、いきなり。私の話ですか。沖縄で、まあ今中地と同じ部屋なんですけど。あ、そうですね。昨日、まあ、中地が海に投げ飛ばされて。あ、そうですね、動画で多分流れてると思いますが、はい、で、私服だったので、ちょっとご飯食べる前にあのお風呂シャワー浴びて、で、こう洋服とか砂ついてるんでバスタブにこうつけておこうかっていう話をしてて。その話言うんだ。私がお湯を出してくれたんですね。そしたら、うん、キャーとか言ってなんか自分にシャワーぶっかけてくる。あれはね、すごく心の中で笑って。いや爆笑しちゃったじゃないですか。心の中じゃないですよ。腹抱えて笑ってたじゃないですか。あ、でもなんかコーンっぽくなってません？結構。いや、なってるよ。なってますよね。かなりなってる。マンゴーの素材探してる。はい。何色ですか、マンゴー？オレンジ。オレンジ。あ、いいですかね。これは羊毛ですね。ちょっと濃厚なマンゴーソフトクリームみたいな色してる。確かにそうですね。うん、じゃあ濃厚そうな方にしましょうか。濃厚方。うん？何、濃厚方？何の方法ですか？健康法的な。濃厚方。濃厚な方。そうそう。あ、濃厚。大丈夫ですか？大丈夫。じゃああえてオレンジの羊毛にしましょうか。了解です。はい。はい、しましょう。で、実際行ってみて何色だったかもしっかり見ましょうか。うん、結構うろ覚えな部分あるので。そうしましょう。あ、ありがとうございます、消していただいて。あのソフトクリームのあの渦巻き状にしたいんですよ。確かに。で、ちなみにこれ前回もあのちょっとアナウンスさせていただいたんですが、今ちょっとアップデート前のマインクラフトのアップデート前の端末を今使っております。はい。なのでちょっともろもろちょっと操作方法、操作の何ですかね、方向キーとか若干違う、まあ、以前のものとなっていますので、ちょっとそれもご了承いただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。大丈夫ですか。ソフトクリーム、ソフトクリームですよね。ソフトクリームです。いや、もうこれソフトクリームしか見えないでしょ。いや、美味しそうですね。美味しそう。いや、ソフトクリーム早く食べたい、明日。とにかく。そうですね。うん。笑い口じゃねえわ。美味しいやつだよ。美味しいやつですね。あとスプーンつけましょうか。あ、スプーン。いいですよね。ガラスないかな、うん、ガラス。あった。あ、でも可愛い。すごくいいと思います。あ、いいですか。うん。あと、なんか足します、うん、何か足そうか。何か足しましょうか。ポッキーとか足しとく。ポッキー足しときましょうか。それか、さくらんぼ乗せちゃいます。あ、いいですよね、さくらんぼ。いいかも。なんか、ちょっとお箸に見える。ちょっと若干ずらしますね、若干ずらします。大丈夫です、大丈夫です。すぐ終わりますから。大丈夫ですよ。そこか、さくらんぼ置くの、そこか。てっきり上だと思ってました。こんな感じで。あ、どうですか。でもいいんじゃないかな。ぽいですよね。ぽい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 。いい感じですよ。かわいい。かわいいですね。でもちょっとソフトクリームのあの影の感じが威圧感半端ない。影の感じ。確かに影主張してますよね。なんかちょっと松明置きますか。威圧感半端ない。だいぶ消えた。だいぶ消えました。ほぼないね。お、やりました。威圧感減ったよ。威圧感減りましたね。さっき威圧感半端なかったですからね。はい、ではお待たせいたしました。はい、じゃあマンゴーソフトクリームでいいですか。うん、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。では、マンゴーソフトクリーム完成です。イエーイ。いい
感じ。いい感じ。ちょっと桜もパッキーもスプーンも。スプーンも素晴らしい。素晴らしい。本当に、うん、ちょっと私たちかなり上手くないですか。上手い。二人でやったにもかかわらず。ほぼ中地だけど。いやいやいや。2人がいたからです、うん、これ協力ですから。マルチは協力プレイですから。はい、まあ、こんな感じとなりました。ちょっと全体見ましょうかね。こんな感じとなってます。はい、はい、後ろ ポッキーっていうか、まあ、あの刺さってるものが入ってますね。あ、ちょちょちょ。上はさくらんぼがついてて、まあ、横にスプーンがあるという形となりましたという感じで、はい、で、まあ、その横、じゃこれ全部今、ちょっと紹介しちゃいましょうかね、うん、はい、はい、今私たちが沖縄で作ったやつ全部で4つあります、はい、はい、で、まずこちらがさっき作ったソフトクリームで、うん、次に、まあ、前回作りましたチラガー、チラガー、チラガーさん、はい、チラガーさんですよ、もうこれ、もうチラガーの豚さんです。はい、で、次がですね、こちらがですね、カネゴーさん、ゴトリンさん、あとジモさん、私で4人で作りました、はい、三振、三振でございます、はい、三振でございます。いい音出そう、いい音出そう、はい、で一番これが一番横にあるのがこちらがですね、はい、パイナップル、はい、もうパイナップルハウスですよね。パイナップルハウスですよ、はい、これ中見るとすごいです。なんか半端ないですからね、内装がしっかりされてますからね、うん、はい、で、まあ、こちらがですね、あのカネゴンさんとジモンさんと私とあとカマダマンさんが、はい、はい、やりましたものになります。あとゴトリンさんも若干お手伝いしてくれましたね、うん、はい、で、あとはこれがよくわかんない豆腐ハウスですね。豆腐らしい、豆腐らしいですね。何でしたっけ名前。ピーナッツの名前では、じゃあテロップでお願いいたします。すっかり忘れちゃいました。はい、すいません。まあ、ちょっと沖縄ちなんだ食べ物になります。あとはこれが鎌田さん勝手に、あ、建築もしないで作ったやつですね。作りました、沖縄ラブという形ですね。いいですね、青春な感じで、はい、はい、青春な感じですね。はい、まあ、こんな形となりまして、まあ、沖縄はすごく楽しかった。いや、もう楽しかったです、楽しかったです、うん、はい、まあ、そんな感じで、じゃあ今はですね、まあ、マイクラはこれでちょっと終わりさせていただいて、はい、じゃあ明日ですね、明日、はい、ちょっと行きましょう、はい、お買い物しに行きますので、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。では皆さんご視聴誠にありがとうございました。ではまた明日会いましょう。それでは失礼いたします。右左って、あのね、右、はい、右押す、右押す、おお、左がメス、メス、はい、おお、こっち開いたら押す、そうなんですね、はい、僕はどんどん取り込む役です。取り込んだのを逃がさない役です。へぇ、中ご覧、あれこれがチップス来た、来ました、チラガーチップスありますね。チラガー入りチップス、チラガー入り、うん、入り、これやばいっすね、これが噂の昨日動画で頑張って作ったチラガーさんですよ。チラガーさんの原型ですね。原型モデルだ、モデルですから、モデルですから。これ買ってきましょうよ。はい、これ買っていきましょうか。何枚いります？1枚でいいかな。じゃあちょっとスパイシー味です。買いましょうか。買いましょうか。買いましょう。これすごくないですか？中地の顔の大きさの2倍はあるよ。マジですか？うん、すごい。これ衝撃映像ですよね。やばい、めっちゃ垂れてるんですけど。大丈夫ですかね。あ、ちなみにさっきアイス買いましたということで、はい、でこれちょっと待って、映画で作ったアイス、作ったアイスでも色が薄い。さっきよりも、でしかも風吹いてるからすごい溶けてるっていう。行っちゃってください。行っちゃっていい、はい、で私マスクしてるから、はい、え、どうですか、うん、美味しい。あ、本当ですか。マンゴー、マンゴー食レポできない。マンゴー中島食レポできてない。いやいや、美味しいですよ、美味しい美味しい。でもこれちょっと超溶けてますからね。ちょっと食べないと、はい、はい。
ちょっと食べないと。ということで色は薄かった結果でいいですかね。そうですね、はい、マンゴーは薄かった。マンゴーでも美味しいですね。なんか買い物あっという間でしたね、うん、相当あっという間だった、まあ、短かったですからね、うん、時間が。じゃあこれでちょっと食べながら、じゃちょっと空港まで向かいましょうか。そうです、はい、じゃあレッツゴー、はいはい、でそうしましたらですね、今回は、はい、沖縄に来て沖縄にちなんだものをマインクラフトで、はい、作ってみたんですが、今回が沖縄っていう形だったんですが、はい、マインクラフトはかなり面白いゲームなので、よかったら、はい、下の概要欄に、はい、ダウンロードリンク貼っておきますので、よろしければ皆さんダウンロードしてプレイしていただければと思います。じゃあ早速なんですけども、今那覇空港なので、じゃあこれで東京に帰りましょうか。現実に戻るんです、ね、現実に戻りますじゃあ皆さん長々とご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあまた見ていただければ幸いでございます。今後よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバーイ。